舐めた。何舐めてんの。金梅が、あの、歯に焼きに行って、うがいしちゃう。うわおっさんか。ぐわぁ。金梅って何歳なの ?41 歳ぐらい。あ、そうなの。なんか。うん、これ。向こうに持って一緒かな。ああ、そうね。店長ボタンとかみんなで目の前で押さないやん。西の工事長って何？西の工事長って何？あ、東の新野町、西の工事長。そういう意味？いえ、新野町姫路やから俺より西やし。あ、色紙の取説、西の工事長って書いてある。そうなん？写真に撮ってある。嫁ちゃんが写真に撮ってある。でもこれやで。トリセツは撮ってない。あ、西野カナのトリセツの高立長バージョン。そういうの。最近のトーク聞いてへんからわからんな。そうね。結局ね、ジャグラーは1万5千突っ込んで9千回収。6千負けたんだと。画像検索したらわかる。なんかそういう、なんか、あの、アルバムかなんかじゃない。西野カナ取説。西野カナ取説。歌は知ってるけど。じゃあ化粧は知らんの。ていうか西野カナ取説だけで、うん、あのすぐ出てくるね、うん。YouTube 画像あこんなんしてなんかやってるなんか画像いっぱいある。うん、それをここはパクってあるね。これ、うん、パクってるパクってる。なるほど。そういうことね。そういうことね。あ、マジンさんありがとうございました。マジンさんありがとうございました。マジンさんお疲れ様でした。ありがとうございました。もうたくさんのアイテムありがとうございました。やってきたの？え、ちょっと待って、やってきたの？あー、これってこと？そうそうそう。あー、雰囲気にさしたよね。俺ちゃんが帰ってきてからやってきたってこと？ありがとうございました。うん、いやーもうどうしよう、俺ちゃんこれ以上人気者になったら、有名になったらどうしよう、俺ちゃんこれ以上有名になったらどうしよう。足そんなんしてたらミーターに飛びつかるんだよ、ね、YouTuber として有名になっちゃってどうしよう、俺ちゃん。そうそう、街歩けないよね、俺ちゃん。リスワンの常連になったらどうしよう、マジで。昨日結局リスワン何位だったの、俺ちゃん。俺ちゃん、リスワン結局、83位。最後落ちたな。83位だって。昨日の閲覧は83位だって。今日の俺ちゃんやつ、リスワンないの？俺ちゃん、今日のリスワンないの？今日ランキング入ってないんだけど。
どういうこと？俺ちゃんにリスワンランキング入ってないんだよ。あ、そうか、まだこ今日なんてから枠切ってないからか。りょうちゃんさん、人参屋です。同じ時間帯にジャグラーやってた、マジで。あ、でも俺ちゃん最後、あ、俺ちゃん最後、ナンバーの本館にいたよ。答える？何にや。台の後ろのボックス開いたら、そんなん知らないわ。そんなん分かんない、分かんないわよ、そんなの。祝電も来るし、家に消防車。ほんまやな。それはあれやないか。あの、あれや、あの、ブーンや。ワン、ツー、ワン、ツー、ブーンの人や、それ。消防車くんの。深夜中とのね、コラボも近いかも。顔恥ずかしくない？別に。ゴールドラッシュバグってないよ。え、今日は24時間、一日中ゴールドラッシュだから、貞子さん。言うとくけど、俺ちゃん今日一日中ゴールドラッシュだから。24時間ゴールドラッシュの権利を持ってるか、俺ちゃん。YouTube このまま上げれろ。どういう意味？ゴールドラッシュとしてできる。あ、出ないんちゃう？スローってた店員がボックスやってたら出ないように。出ないようには、もともと出ないから出ないようにしないんじゃない？出るようには細工するけど、出ないようにはしないんじゃない？君考えすぎよ、マジ。考えすぎだから。そう、逆転やったから、ね。最後すごかったね、君らの追い上げ。恐ろしかったんだけど、どんだけ花火投げんだよっていうぐらい投げてたよ、君ら。びっくりしたんだけど。てか、2位からっていうか、ほとんど、ビントレさんがほとんど俺ちゃんが8位ぐらいにでフラフラしてるのに、グイーンとグイーンと押し上げて、一瞬1位にして2位に落として、で、何みんなで寄ってたかってガーッと押し上げた感じ。君ら怖いわ、マジで。あらは、新刊でやった。俺ちゃん本館にいたんだけど。あ、最後でも新刊は見に行ってないか。え、出ない、そもそも出ない設定だから大丈夫。そう、ビントレさん大阪来た時、接待ってどうやって接待する？お金もないので、どうやって接待するの？手料理。手料理？僕のキッチンで、何？おもてなし？口座残高見て具合悪くなった。やめろよ、怖いから、もう、そういうの。僕のキッチンでおもてなししてなあかんの。めっちゃ近くにいたって、あなただってビッグカメラで買い物してるって言ったよな。来るんかな、思って。カフェオレ持ってきてくれんのかな、と思って、ちょっと期待してたんだけど。ここコーヒーは捨てたの？ここに入れた。あ、ここに入ってんの、うん、お茶は飲んだ。全部飲んだの？全部飲んだ。めっちゃ近くにいたんだよ。そう、リアトツ差し入れ大歓迎っていうのは別にリアトツだけじゃなくて、リアトツと言いつつコーヒーとかお金とか持ってきてくれへんかな、アマゾンギフトカードとか持ってきてくれへんかな。そうそう、かやのやの出汁もらったし、ボコズキッチンせなあかんねん。チャーハンしても美味しいって感じた。チャーハンもそんな。また踏ん張ってねんて。え、お金まで？いや、お金までっていうか、目的お金だから。店長が夜中設定、もうやって終わったんじゃない？あー、金井さん、忍者です。忍者です。忍者です。そうそうそう。ついに俺ちゃん1位とかに乗っちゃったんだけど、恥ずかしくない？マジで。
N1 グランプリ126位だって。りんちゃんに卵割り披露、ああ、それしようか。まあ、設定は大変やけど、多分、あの、店長と副店長で流れ作業でチチチチチチってやってんじゃない？知らんけど。一打一打です、仲間は。でも昨日3位か4位だった人また1位なんだけど、この人すごくない？いつもランキングに入ってない、この人、この手の形の人。あ、昨日は結構入ってなかったのか。副店長もメダル入れ。あ、それやってんじゃない。まあ、普段はやってないかも。暇の時とかやってんじゃない。あの、バイト君とか休憩化してる間はホールも見てるでしょ。女の人はすごいな。6万ポイントとかいかないもらえないよな。りんちゃんと24時間生配信。ほんとに1日仕事休まなあかんな、どっかで。どっか1日仕事休もうか。ワイシャツ着てる人は副店長。それはワイシャツ着てるからかどうかは分かんないけど。すごいな、おいちゃん1位って初めてだからよく分かんないんだけど。これからも楽しい配信を期待しておりますって言われる。そう、24時間もするの。俺ちゃんも鍵たくさんぶら下げてるよ。チャンピオン。ああ、チェーンやからたくさんぶら下げてるからチャンピオンなのね。なるほど、チャンピオン。その人チャンピオンなんだって。副店長じゃなくてチャンピオンなんだって。あ、ボーナス当選確率アップだから 100% じゃないってことか。俺今初めて気がついたわ。え、何のチャンピオンかは知らないけど。なんかの、きっとなんかのチャンピオンなんだよ、きっと。そうそうそう。お酒飲む。ちょっと頭かいから取っていい？頭かいわ。頭かいんだけど。頭かいんだけど。設定はちゃん。予定は兵庫県も創価会系の墓に行く。どういう意味？いつものに戻っちゃった。みんな紙袋取り合いしてる。3人集まってる。なんかお勉強してはるんですか？国立国会図書館って何？そんなのある？何か勉強してはるんですか？大阪のアイススケートする。どこにあんの、アイススケート場？桜の宮ってこと？桜の宮、あそこスイミングスクールか。え、アイススケートってどこでやってんねや、わかんない。あれ、SSS のとこ？そうそうそう。あれだってスイミングスクールや、桜の宮。桜の宮スイミングスクール。SSS。5万円のバイト応募したよ。あ、5万円のバイト、あの、ツイッター、おりちゃんのツイッターでちゃんとリツイートして応募しといたから。あ、九州ないの？アイススケート。マジで？マジで？
福岡あると言ってるよ、福岡。福岡あると言ってるよ。長崎。北海道はアイススケートだらけでしょ。じゃあドラえもんのな、パッケージになったカステラが売ってるから、どれだって来てって言ってて。え、ビントレさんにドラえもんのカステラを持ってこいって嫁が言ってる。缶袋もな、ドラえもんな。知ってるけど遠いって。小学生の頃から言ってたよ。え、どういう意味？設定は個室があるってどういう意味？個室があるってどういう意味？大阪よりは近い。どういう意味？あ、そうだね。大阪より近い。設定は一台一台台でやるから個室なんかないよ。遠隔室はあるかもしれない。それは俺ちゃんには分かんない。それはパチンコ屋さんに聞いて。今日、パチンコ屋のカメラに向かって、ペカらせるペカらせるって何回も怒鳴ったけど、ペカらんかったで。ああ結局、ペカったのは難波の本館だけだった。文明堂、福祉屋、どこ何系の、これ、嫁のスマホ。よろしく。で、プラスチックじゃあ何やの？なんて読むの？カバンマン。アイムドラえもんって書いてある。チャンピオンいるときいないとき。これ。限定だと欲しくなるよね。長崎新鮮堂、心に泉堂。総本店。入れ物付きやで絶対。カバン可愛いな、それ。チャンピオンって何？俺が教えんの。めちゃ遠いやん。めちゃ遠いの。ミトルさん診断返事せえへんの。え、してるよ。毎日来る人はチャンピオンが痛い。キャッチに足手踏まれた。出ないよ。じゃ出ないよんじゃなくて、こいつ来るやろなと思ったやつに1回2回だけ。ルーチンさん忍者です。そう、アミスタよりナンバーは絶対出るよ。アミスタより絶対ナンバーが出るよ。アミスター行くんだったら、もう死んだ方がいい。アミスター行くんだったら死んだ。そう、またシジミの味噌汁だけ。毎日行くと出ない。だから、シジミの味噌汁だけまたもらいに行きます。あと1ポイントやろ。あと1ポイント。だから、行ったらもらえるはずやから。行ったらもらえるはずやねんけど、忍者です。行ってワンビッグで、1000円ワンビッグで換金して帰ってこれたら最高や。ワンビッグ即やめで。チャンピオンはね、カメラ見てる、ね、店内カメラ見てる、ね、店内カメラで客の顔を見て、会員カード持ってるか持ってないか確認して、会員カードでもういっぱい来てるやつはもう適度に巻き上げて、で、しょっちゅう来るやつはあるけど、そうやね、パチンコ屋で働けばいいよね、まず。そう。パチンコ屋で働けば分かるようになってくるから。パチンコ屋で働けばいいと思う。それいいね。新生堂もあるな。何？新生堂。申し訳ない。なんかすごい安いから買えるもんじゃないかな。客の預かったメダル入れどうやねん。前メロのやつも可愛いなんて。そこのやつで。うん。会員カード作った客の負け具合も把握してる。当たり、あ、そんなもん。だって、来た、いつも来てるか、たまに来るかも全部見られてるから、あのカード。恐ろしいよ。アミスターのカード、
あの、毎日ポイント貯めてたら全然出えへんなったけど、この間久しぶりに行って、あの、台の間に入れて、ポイント貯めて売ったら1000円でペカったから。すごいよね、あのアミスターのカード。あの会員カードっていう機能すごいよね。毎日行ってたら、いくら突っ込んでも全然ペカれへんし、5万でも10万でも飲まれるくせに、あの、むっちゃ久しぶりに1週間2週間ぶりに行って会員カード挟んで入れたら1000円でペカるから。恐ろしいよ。だからあの、最初に入れん方がいいかもな。会員カード。こいつまた来てる。うん、そう。たまに行くと、あ、こいつ、あの、全然経費になったからちょっと一回出しとかなみたいなの出してくれる。1000円でペカる。うん、嫁ちゃん遠いよ。カステラ大阪来るより近いよね。大阪来るより近い。ビートレさんの家からは遠い。なあ、大阪来るで俺らが高槻行くようなもんなんじゃない。あ、新幹線乗る前に、うん、夜行バスで来るらしい。あ、そうなん。マサチューセッツ州さん、人参屋。同じ台は出ない最近。微妙やな。まあ、遠隔はされてると思うよマジで、うん。してるしてないかで言ったらしてないって思いたい気持ちもわかるけど多分してるよね。どう考えても。どう考えても遠隔はしてるだろうマジで。遠隔してるとしか思えないもん。ドラえもん買いに行く？時間ができたら行く。あ、それで全然そんなの。そう、カードだから作らない方がいいねんけど、毎回毎回課金をしてたら、換金してたらもったいないから、チョメダルの方がいいっていう説と、その、何？会員カードで完全管理されてる説があるから、どっちもどっちみたいな。でも、俺ちゃん、ミスターのカードも、1枚もチョメダルないから、5スローも20スローも1枚もチョメダルないから、もう行く必要ないんだけど、ただ、来店ポイントが5ポイントあるから、次行ったら、しじみの味噌汁はもらえる。すごくないですか？マイメロちゃんから送ってもらった紙袋の中にアビが入って出てこないんだけど。ありがとう。もう今日は花火投げろとか言わないよ。見たいって。こんな感じ。来店ポイントだけでしじみの、そう、来店ポイントだけでしじみの。コイン交換所って何？うん、そう、アビは分かってやってるから、ずっこい。アビは怖い。アビは自分の可愛さ知ってるから、うん、これ3人で取り合ってた時。あ、ミータが入った。今ミータが入ったらしい。この袋を3人で取り合ってるから、マイメロちゃんが送ってきた袋を俺も入る、うん、ミータンとアビタンとキャッチーちゃんが取り合ってるやつ、俺ちゃんも入る。メダルを店員に渡す、うん、渡すけど、え、目の前で流すから、どういうこと？袋とか段ボール大好きなんだけど、うちの子たち。袋とか段ボール見かけたらいつも喧嘩して取り合うんだけど、この子ら。俺ちゃんがなんかアマゾンで買ったやつとかも、今度はミータンが入った。すぐにね、すぐに取り合うんだけど、この子ら。どこに置いてるやろ。うん、副店長は店長になる前の人。これやばかわいい。これやばかわいい。やばかわいい。うえ、うん、これを機に初見さんいっぱい来て、ちょっとどっか花火師来ないかな。花火師さん
花火師さん来ない。花火師さん。それで花火師さん。花火師さん。何ですか岡村さん。花火師さん。岡村さん。半分食べたら返して。スプーンどこに。ある？おりちゃんも袋開いて入る？普通枠で79って、でもこれあのごちゃんに URL 貼ってるから、これごちゃんに URL 貼ってるから普通枠でもないやつ。どっちもない。袋入る、うん、じゃあキャッチーが入ってからやな。アビが入ってミータが入ったからキャッチーちゃんが入ってからやな。俺やばないそれ。袋に入るから見てて袋に入るから見てて俺はリナ猫か。ひももちゃんと切ってあるから何でもない。もうひもは首引っかからんように切られてるらしいよ。なんか私のようにね。そうそう、おいちゃん食べようかな。ヒトラーさん、人参あやす。この枠で終了かな。一番10人な、来たし。お茶にこんだけ書いたのに閲覧がこんなんだからもう終了かな。いる次枠。まあゴールドラッシュだけど。ゴールドラッシュだけども。休みやからずっとしとったら。うん、そうね。あ、お疲れ？お疲れする？うん。でも何かよ。また飛び出た。そう、別にあの見てる方が疲れてて配信者は疲れないから別に。配信者はただ生活さり流し知るだけだから何も疲れないから。今日なんて、チャリコで帰ってきてただけやから、ね、俺ちゃん。俺ちゃん何もしないから。君たちが頑張っただけで、俺ちゃん何もしないから、ね。あ、明日は休みだから使えない。それ言えてるな。俺ちゃん明日は休みやから。仕事あぶれたからな、明日。明日、ウーバーしようか。何しようかな。最近ウーバーしようかなって、ウーバー全然しない。明日休みなの？貞子さん休みなの？寝台で返する？エンディング。てれれれてれてーてれ。ちょ、時間ないな。てれれてれれてれてれてて。さて、次回の工人は、もう時間がないの一本です。じゃんけん